マッコリ、マッコリとは、朝鮮の大衆向け醸造酒の一つ。日本のドブロクに相当する。カナ表記では、マッカリ、マッコルリとも書く。マッコリは米を主原料とする、アルコール発酵飲料で、朝鮮半島の伝統酒の一種。アルコール度数は6から8%程度で、同じく米を主原料とするが、断じ込みと割り水を減る日本酒、濁り酒の半分ほどである。 麹により、糖化された米の強い甘みがあり、またタンパク質やビタミン類に富む。乳酸発酵により、雑菌の繁殖が抑えられる点は、日本酒と同じであるが、一般に、マッコリでは、乳酸菌飲料のような、かすかな酸味と、炭酸発酵の味がより顕著である。発酵を止めていないものも多く、発酵の進みすぎたマッコリは、酸味と炭酸が強烈になる。 生マッコリは、劣化が早いので長期保存が不可能である。語源は、マ、コルダ、ソザ雑、ニコスという朝鮮語から来ており、荒く越した酒という意味である。その見かけから、ダクシュ、タクチュ、カスザケ、ジェチュと呼ばれる他に、昔は農作業をしながら、水代わりに飲まれていたことから、農酒、農酒、と呼ばれたり、家ごとに自家醸造し、振る舞われていたことから、 家常主、カヤン安ュとも呼ばれていた。マッコリという名称が一般化する以前の日本では、単にドブロクと呼ばれることが多かった。以外に死因のみの表記のない日本語では、死因のみの L をルで補って、マッコルリとも書かれてきたが、現在はマッコリの表記でほぼ統一されている。マッコリは朝鮮の固有語であるため漢字表記はないが、 漢字を用いる中国語では、と表記される。どんどんじゅ、どんどんじゅ、は、ろ化、火入れをしていない木酒で、日本では生まっこりとも呼ばれる。酵母が生きているため発泡性で、炭酸により米粒が浮かんでくるように原料が選ばれ、醸される。米粒が、どんどんと浮き上がってくる様子からどんどんじゅと呼ばれるが、浮かんでいる米粒がありのように見えることからプイゅ。 浮きあり酒とも呼ばれる。木酒がどんどん樹、火入れずみで発砲しないものがマッコリとされることが多いが、日常的には特に区別をすることはない。どちらも韓国のスーパーマーケットや雑貨店などで売られている。韓食の世界化推進運動と関連し、マッコリのグローバル化戦略の一環として世界に紹介する上で、どのように表記するべきか議論されてきた。 マッコリの現在の正式ローマ字表記であるマッキリーに加え、マゴリー、マコーリー、マッキリー、マクリーといった表記も使われているが、どう発音するかといった点も含めてわかりにくいという、気があった。また、マッコリ相当のアルコール度のものに、コリアンライスワイン、ピュアンフィルタードセークという表記に加え、ニゴリセークと記載し、ニゴリ酒の一種として、 すでに知名度の高い日本酒の人気に便乗しようという例も報告されている。こうした表記の不統一を解消し、統一した表記で韓国伝統酒としてのブランドイメージを確立しようという動きが起こった。2010年5月、大韓民国農林水産食品部は、マッコリの英文愛称を公募し、その結果、ドランケンライスが1位に選ばれたと発表した。また、2位は、 マックカファール、マッコール、マッキリアルコール、サインは、マークリー・エクサー、マーガリキサー、マッキリー・エリクシール、エリクサーだった。農林水産食品部は、マッコリ公式名称、マッキリーと共に選ばれた愛称を海外マーケティングに、積極的に活用する方針を伝えた。海外消費者を対象にマッコリを分かりやすく、説明できる英語を調べた結果では、コリアンナイスワインが、 最も評価が高かった。一方、ドランケンライスという表記に対する批判も見られた。日本の醸造業者もマッコリの製造に参入し、輸出も予定されているが、日本産のマッコリが輸出されていくことで、キンチとキムチ同様、海外でマッコリが日本式の表記で受け入れられ国伝統種のマッキリーではなく、日本伝統種のマッコリとして認識される可能性が、 韓国で懸念されており、マッコリの国籍アイデンティティが既存されないよう、対応策を立てる必要性がひさげされている。また、2011年世界フィギュアスケート選手権では、日本輸出専用マッコリ商品の宣伝目的で、カタカナでマッコリと書かれた広告が登場し、韓国人の抗議により差し替えられる騒ぎが起こった。これとは別に、韓国景気。 同法川地区の地名の入った法川マッコリや法川一島マッコリが2008年11月に日本の種類輸入業者により日本で商標登録がされていたことが明らかになり、かえ川でマッコリを生産し日本に輸出しているマッコリ生産業者への影響が危惧されるとともに日本にマッコリを奪われたといった批判が韓国で起こった。一方、これらの商標権を 日本で先行獲得した企業のオーナーは在日韓国人であり、商標獲得は商標権を日本人が所有し、韓国のマッコリを本来の名前で売れなくなる事態を防ぐためであり、国のマッコリメーカーを相手に商標権を行使する考えはないとしているが、抱え川川では法的対応を検討する生産者も見られた。米が主原料であるものを去るマッコリと呼ぶが、 小麦粉を添加する場合が多く、その他の材料や製法は地域によって多少の違いがある。米を主原料としない。マッコリの代表例は、サツマイモ、小熊を主原料とするもので、これを小熊マ,マッコリと呼ぶ。寒ンドや継承北道の山間部では、トウモロコシ、トウモロコシ、朝鮮語読みで、オクスを原料とするものもあり、これをオクチュ、玉酒と呼び、飲む際には、 お口を注いだ器の中に松の葉を数本折って入れる。これは松の葉独特の香りがお口とよく合うことからこのような飲み方が好まれるという。2010年には韓国で五穀マッコリを特許登録したりインスタントマッコリを開発して第56回全国科学展覧会に出品農水産部門賞を受賞したことが話題になった。 2011年4月14日、韓国食品研究院は、マッコリからビールやワインと比較して10から25倍のファルネソールが検出されたとの研究結果を発表した。ファルネソールは、果実種の香りの成分でアポトーシスを誘発し、高腫瘍作用を持つという研究が報告されている。ファルネソールは、マッコリの白い沈殿物に多く含まれているといい、同研究員では、飲むときは、 よく振ってから、とアドバイスしている。韓国ではマッコリに使われる人工甘味料アスパルテームが人体に有害だとして問題になったが、2010年3月、食品医薬品安全庁が1日に許容される摂取量を超えない限り問題はないと公式見解発表した。もともとは伝統種の副産物の沈殿物に水を混ぜて酒として飲まれていたもの。 カスザケがマッコリであったとされる。麦麹で糖化と発酵を同時に行う家、上種文化であり、製法もそれほど体系化されていなかった。1909年、大日本帝国の保護国となっていた大韓帝国で、酒税令が交付され、醸造を申告せ、課税対象とし個人の自家醸造を禁止した。また、酒の種類も、薬酒、学酒、焼酎、清酒に単純化され、 さらに終戦後も、酒税法は維持されたため、日本での土武ク文化同様、多様な家、上手文化の多くが失われた。一方、日本統治時代の朝鮮には日本から、日本式米麹と酵母を使った、平行副発行法が持ち込まれ、製法が体系化されていなかったため失敗率が高く、出来上がりの均一性にも問題が出やすく、 大量生産に向かない伝統的な正規工法を駆逐していった。さらに1930年頃、朝鮮総督府は米工事による糖化と酵母を別に入れてアルコール発酵させるマッコリ製造方法の確立化を進め、これがそのまま現在の韓国でも使われている。また言え、上司としての文化も密造史として生き延びたものの、この間文化としての発展は見られず、 また発酵促進目的で麹を入れすぎたため、伝統酒の香りは麹の匂いという認識が形成されていった。戦後になり、朝鮮が独立すると、韓国ではマッコリを扱う酒造会社などが設立され、安いだけでなく特別なつまみがなくても楽しめたため、1960年代までアルコール飲料消費全体の60%から80%をメル、大衆酒の地位を得ていたが、 1965年、食料不足により、家庭国管理法が改正され、米、麦で酒を仕込むことが禁止されるとマッコリは、大衆種の地位から転落した。米国の援助による小麦粉で、マッコリの醸造が再開され、また1992年には、米でのマッコリ醸造が解禁されたが、消費者が、小麦マッコリの味に慣れていったこともあり、米マッコリ固有の味は消えていった。 また、酒税率が5%、ビール150%、焼酎70%と低く設定された、ため低価格の低給子と誤解され、さらに通常5日はかかる熟成期間をカーバイドを加える子で強制的に熟成させたり、水や焼酎を混ぜた低質マッコリも登場。マッコリを飲むと頭が痛くなりゲップモデルという偏見も広がり、伝統師マッコリや酢物の酒という評価が、 定着していった。そのため国民的大衆種の地位はビールや焼酎にとって変わられ、米マッコリが解禁された後もマッコリがその地位に返り咲くことはなかった。現在、韓国内で生産消費されるマッコリの原料には一部の企業で国産米を使うものの、ほとんどは米国産や中国産の米を原料にしている。伝統種には、 国産米を使うべきという意見もあるが、輸入米が安いことに加え、自由貿易協定志向により輸入された米を消費することで、根崩れが防止されているとの用語論もある。また、韓国製マッコリの大部分が甘味量として、アスパルテームを添加しており、この点も批判されている。日本においては、2004年頃の韓流ブームをきっかけに、マッコリの消費量及び、 韓国からの輸出量が急上昇し、日本でマッコリブームが起こっていると韓国でも懸念され、2011年には38,659トン、4,841万9000ドルを日本に輸出したが、日本の飲食文化に定着できていないうちに、2011年12月在韓日本大使館前の慰安婦像設置や翌年従軍慰安婦博物館の開館、 大韓民国大統領、李昭弘による竹島への上陸強行と、天皇謝罪要求などが立て続きに起きたことで、日本での韓国に対する親近感は、運産無償したため2012年には25,741トン、3,199万ドル。2013年には13,109トン、1,362万5,000ドル。 2014年には914万8千ドルと3年間で額面にして81%も落ち込んだ。マッコリは新鮮なうちに飲まなければならない消費期限が短い酒であり、そのこともあって日本以外への輸出にはあまり成功していない。韓国では麹臭い安酒のイメージもあり、焼酎やビール、ワインなどに押されて、マッコリの消費量は3%程度まで落ち込んで、 いたが、折から、韓国政府が感食の世界化の推進と、韓国文化の見直しを埋めていたことや、低アルコール、自然食品で健康に良いといった評価なども、クローズアップされ、韓国で、マッコリが再認識されるようになり、日本のブームが逆輸入される形で、2008年頃から、韓国で、マッコリブーム、マッコリルネサンスと称されるが起こった。韓国では、 伝統種の研究と、製法普及やマッコリ醸造技術者増加のための予算が認められ、慢性的な米余りの解決策の提示も目指した伝統種文化振興院、KO やマッコリソムリ養成学校が立ち上がるとともに、韓国各地の500以上の業者に加え、日本でも醸造業者、マッコリマイクロブルワリー、ブルーパブが誕生。 日本では混成種類のリキュール類に分類されることが多。法定最低製造数量は6キロリットル。ペットボトルばかりだった容器も多様化するとともに、黒豆、おこげ、フルーツ味のマッコリや、マッコリベースのカクテルを提供する店、日本の地酒居酒屋に相当する、マッコリバーが登場するなど広がりを見せ、マッコリルネサンスとも呼べる予想を提示、サムスン経済研究所の行った、 2009年10、大ヒット商品アンケートでも1を獲得した。2010年には、スーパーやデパートでも、まっこりと相性の良いパジョンやキムチジョン、豚足、スンデ、ガンギエイといった食材の売り上げが伸び、まっこりと一緒に、夜間やサバルに加え、高級陶器セットや自家醸造セットなども、登場していると報じられた。一方、 これまで関心をあまり示さなかった大手の参入により消費量が大幅に伸びているにもかかわらず地方の地まっこり業者が圧迫され疲弊しているといった問題やさらなるまっこり世界化のための課題も盛んに議論されている一般的にまっこりは暑い夏場に冷やした状態で飲むのが好まれる大きなどんぶりのような器に寄いパガジという氷炭で作った飛翔で 各自の器に取り分けて飲む。この時、小指でよく混ぜてから大ぶりの陶器製のワンで公開に飲むのが通で伝統的な飲み方とされる。他方、発泡性であるため意図的に温めて飲むことはまずない。また、韓国においてマッコリは特に雨の日に好んで飲まれる。これはもともと農民たちが濃厚ができない雨天の日にマッコリを飲んだことに由来するとされ。 現在でも雨の日になると、マッコリを飲みたくなるという、韓国人は多い。韓国ではおしゃれなフュージョンバーが増えるとともに、マッコリ酒場、デポチップ、マッコリーチップでは、ボコボコに潰した、新中製の夜間、酒、戦士でマッコリを提供したり、ディスプレイに使って、ノスタルジックな風情を演出するなど、近年のマッコリの復元とともに、様々な広がりを見せている。 チジミやパジョン、ビンデトック、すりつぶし、タリオクトをベースにした、チジミとの相性が良いと、韓国種膜、屋台での定番の組み合わせとなっている。その他、とどりムく、どんぐりのデンプンを固めた、くず餅に似た、食品、ポッサムキムチ、ムグン、古漬けキムチ、ホンオフェなど、癖ある食べ物との相性も良いとされる。特に、ホンオフェ、コウサカナナマスと、マッコリ、 学種の組み合わせは、本拓、皇族と呼ばれ、韓国全羅南道木浦市地域の名物となっている。食の信仰に力を入れる韓国全羅北道の全州市には、2008年頃からの韓国マッコリブーム、以前から全州市博物館と、マッコリ酒場の集まる5つのマッコリ通りがあり、夜間入りのマッコリを楽しむことができる。スプーンで空の夜間を叩けば、 注文を受けに来てくれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。